山崎聖太郎は日本のアートディレクター、グラフィックデザイナー、アーティスト、聖太郎デザイン代表。ブランディングを踏まえたアートディレクションを軸にグラフィックウェーブプロダクトインスタレーション、建築、映像と多様なチャンネルのデザインとブランディングを手掛ける。国内外で数多くの受賞多数、各種団体主催のデザイン昇進サインや、 省庁の有識者会議検討委員を歴任。FM 横浜文化百貨店メインパーソナリティ。株式会社 JMC 取締役兼区度、NPO ティアーズワークス理事。一般社団法人琉球便型普及伝承。コンソーシアム理事。東京2020組織委員会スポーツプレゼンテーションクリエイティブアドバイザー。横浜市出身。 サレジオ学院高等学校を卒業後、2005年、ニューヨークフィルムアカデミー、2006年、立教大学社会学部現代文化学科卒業。京都造形芸術大学大学院芸術修士。PR 会社勤務を経て、2008年独立。2012年、台湾の高級時期メーカーフランツコレクションの、日本人初のコラボレーションデザイナーに選出。同年、医療。 福祉プロダクトメーカー、株式会社メディカルチャープラスを設立。松屋銀座空戸庭には似て、ラジオパーソナリティとしての活動をした後三30歳より、水墨画家、土屋秋常に支持2016年、京都造形芸術大学大学院、芸術修士課程を修了。同年、金沢に古い長屋を改装した聖太郎デザイン、金沢県タイポグラフィ専門古書店。 セリフ S を開店。2017年4月より FM 横浜にてレギュラー番組を開始。2014年8月より鋳造 3D プリンターを手掛ける株式会社 JMC 社外取締役。2015年1月より株式会社 JMC 取締役。2016年11月株式会社 JMC が東証マザーズに上場。 2018年、東京オリンピックパラリンピック競技、大会組織委員会スポーツ局、スポーツプレゼンテーション部クリエイティブアドバイザーに就任。2019年より、アーティスト活動を開始。国内外での作品展示やインスタレーションの発表などを行う。2020年、ギタリストの田中義人とサウンドアートユニットニュー、NC としてデビュー。音楽活動を開始。 ありがとうございます。